走る姿も結構可愛いですね。はい、どうも。以前一回ピラミッドについてやってるんですけど、やっぱね、エジプトと言ったらピラミッドなんで、この大きいピラミッドについてのツアーをやってみたいと思います。今回ね、キャラはこのちっちゃい男の子、これでやってみたいと思います。可愛いですね。これでやってみたいと思います。大ピラミッドの秘密についてご説明しましょう。はい。なんかね、走る姿も結構可愛いですね。1550年頃作られたギザの大ピラミッドはエジプトを象徴する建造物です。ピラミッドでは最も大きく、世界の七不思議の中で唯一現存するものです。この大ピラミッドには2万人以上の労働者、600万トンの石、20年の歳月という驚異的な時間と労力が注がれ、ファラオへと捧げられました。建設によりクフの権力と富が示されました。このピラミッドは、これがクフ王の、あ、ギザのピラミッドってあれか、クフ王のピラミッドなんだ。通路、ね、これ無知なもんでね。作業員たちの墓地が決まります。はいはい。この大規模建設はクフが力のあるファラオの一人であり、エジプトを支配したことを示すためだったと考えられています。ちょっとこっち行ってみよう。次ね。すでにクレオパトラの時代ではピラミッドの天文学的な役割、建設方法、内部にある謎の部屋についての情報は失われていました。クレオパトラの時代にはすでにもう古かったってことか。大ピラミッドの謎の一部が解き明かされつつあります。やっぱ本当すごいですよね、こう見てるだけで。ピラミッドのデザインは数世紀をかけて磨かれてきました。中でもこの大ピラミッドのデザインは技術者や歴史家から完璧に近いと評されています。これなんだろう、全部は見れないんでね。大ピラミッドの石材は切り出された石灰岩の塊で、一つの重量は2トンから15トンでした。うわ、重いね。この石材をどう運んだか、どう運んだの、建築家、エジプト学者による議論が続いています。なるほど。まだ硬質な金属がなかった時代にあれほど正確で巨大な構造物が作られたことは、人類の工学における偉業の一つとされています。ちょっと、登れるってことね。ほら、絶対本当のツアーでこんなことできない。あ、しゃ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 。はい。で、内部の部屋にはアスワンの赤い花崗岩が、他のほとんどの部分には重さが2トンから15トンのギザの石灰岩が使用されています。最近の研究ではピラミッド内部に石材を運ぶ大きな近くでこう見たらという説が注目されています。ちっちゃい石とか挟まってるんですね、やっぱ。いや、でもすごいや。最近発見された日誌で、外壁の高品質な石灰岩はトゥラの採石場から船で輸送されていたことが分かりました。完成後、大ピラミッドの磨かれた白い外壁は日差しを反射して輝き、これも大ピラミッドの正面入り口は地上から17メートル上に位置しています。おそらく北極星と並ぶように北を向いています。そんなこと。入り口の通路は大昔に発見されていますが、それ以上奥への道は巨大な分厚い岩によって遮られていました。そこで、まあ、お墓ですからね。現在ピラミッドへ入るために洞窟口が使用されています。洞窟口、あ、開けたんだね、後からね、洞窟するために。どれ、これか。これちょっと入れんな、これ。よし、これ。洞窟口は9世紀カリフのマームーンによって開けられたと伝わっています。入れそうだね、これ。中に宝を探す目的で中へ入る道を掘らせたのです。おそらく彼らは大昔に墓泥棒たちが作った通路を広げたのでしょう。そのおかげで現代の我々もこの脅威の建造物に入れるというわけです。今墓泥棒がこじ開けた穴をピラミッドの通路にしてるんだね。皆さん泥棒の仲間入りです。このような活動においては保全が最優先されています。おお、面白かった。あ、あれ、これこのまま中のツアー行けるんじゃないですか、これ。ね、
やってみましょうか。はい。ギザの大ピラミッド上部の部屋についてご説明します。あ、ナレーター変わった。よし、中のツアーもやってみたいですね。上昇通路の入り口にはそれぞれ最大25トンと推定される花崗岩の板石が3つあり、泥棒からピラミッドを守る役割を果たしていました。でも泥棒入ってるよね。しかし泥棒たちはひるまず、迷わず周囲のより柔らかい石灰岩を掘り進みこうして泥棒の入り口ができました。泥棒たちはひるまずに進んだっていう言い方がすごいですね。実際にある泥棒の入り口は2つの通路に通じる唯一の穴ですが、ゲームではそれぞれの通路に別の出入り口があります。大回廊は下降通路に沿って入り口から30メートル先にあります。泥棒を応援するわけじゃないけど、せっかく作ったね通路、これ使わないともったいないよね。だからいいんじゃないかな。へえ。この部屋は女王の間と呼ばれているにもかかわらず、女王は埋葬されていないと考えられています。なんで女王の間なのに女王がいない。これ以前のピラミッドからの類推で、学者たちはここをセルダブ、つまりセルダブファラオの魂を宿す像を置くための部屋ではないかと考えています。像東の壁にはくぼみがあり、小さな持ち送りアーチに隠されています。元は魂の像が置かれていたのかもしれません。そうですね。19世紀に北と南の壁を貫く2つの縦穴が発見されました。お、近年行われたこの部屋のスキャンでは、北の壁の後ろ、交通路の上に未知の空間が隠されていることを示唆しています。建造物を損壊することなく、この未知の空間の謎を究明するため調査は今も続けられています。これ実際どうなんですかね。こういう中に入るツアーみたいなのは実際には ないでしょうね。クフの建築家は価値が高いよね。ゲームとはいえ石型ピラミッドを参考にしたのかもしれません。そうですか。どんどん行くぜ。大回廊は小さな控えの間につながっています。そこには落とし戸があり、王の間への侵入を妨げています。一応泥棒落とし戸は3つに分かれた花崗岩の厚板でできています。装備みたいなのあった、ね、王の埋葬後に厚板を下ろし部屋を封印できるよう設計。プレイヤーが王の前に入れるよう、ゲームでは落とし戸の厚板を取り除いてあります。クフのミイラは現在も見つかっていません。あ、そうなの。まだ発見されていない隠された盗まれたのかな。クフのミイラの発見につながることが期待されます。これが、ここがこの石棺がお墓なんだ。ここまでは今の人たちで入っちゃダメですよね。研究者だけだと思うんですよね。やっぱこうね、ゲームとはいえ中まで入れたっていうのは本当に良かったです。これで入ったら出ないからですね。それではまた別のツアー行ってみたいと思います。次スフィンクス行ってみたいと思います。